日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。メラビト Q でございます。やっていきましょう。魔界戦記ディスガイア4というわけでね、もうそろそろ100時間ですね。はい、というわけで。今回は、冒険バルバトーゼ編っていう追加ストーリーをね、やっていきたいと思います。で、多分4ステージあるのかな。多分今回、一気にね、やっていきたいと思いますので。それでは冒険バルバトーゼ編、フェンリヒとの出会い、やっていきましょう。恐怖の大王による世界の崩壊は、プリニー教育係であるバルバトーゼと、その一行により阻止された。断罪者ネモによって引き起こされていた一連の騒動は全て決着し、魔界はその機能を取り戻すべく動き始めている。しかしバルバトーゼと共に戦ったフーカ、デスコ、アルティナンには未だ気がかりな謎が残されていた。それは恐怖の大王の剣も一区切りついたし、そろそろあの剣を聞いちゃいますか。突然どうしたんだよ。あの剣って何かあったか。もちろん月にいた時に聞きそびれたバルッチとフェンリッチの出会いよ。ああ、あの時の話か。よく覚えてたな。そんなの僕はすっかり忘れてたよ。エミーゼルさんはお子ちゃまですね。デスコはバッチリしっかり覚えてたです。月に誓った約束のことです。男子の絆に関するお話ですね。私も聞くチャンスを伺ってましたわ。今なら時間もあることですしね。というわけでフェンリッチ、ちゃんと話を聞かせてよ。バルッチとどうやって出会ったのかさ。却下だ。即答ですか。少しぐらい考えてくれてもいいじゃないですか。そこまでお話ししたくない内容ということですね。逆にとっても気になってしまいますわ。どうせフェンリッチはそう言うだろうと思って奥の手を用意しておいたのよ。奥の手だと？そうよ、見せてあげるわ。ねえバルッチ、月で聞きそびれたフェンリッチとの出会いの話を聞きたいんだけど。で、本人に直接聞くのかよ。奥の手というより一番手っ取り早い手段ですわね。さすがお姉様なのです。この行動力、ラスボスとして見習わなきゃなのです。小娘、いや貴様らまとめて今ここで存在を消し去ってやろうか。そう目くじらを立てるな、フェンリッヒ。昔のことだ、話してやってもよかろう。ですが閣下、私はあの時のことを話すなど。そうか、分かった。お前の口から話しがたいのなら俺から話そう。フェンリッヒとの出会いの話を。お待ちください閣下。あくまであるにもかかわらず素直すぎる閣下のこと。余計なことを話して火に油を注いでしまうぐらいなら私が話します。いかにして閣下との出会いを果たしたかを。ほー、ディスコワクワクするです。いよいよ秘密が明かされるってわけね。あれは当時傭兵をしていた俺が受けたある当主からの依頼がきっかけだった。依頼ですか。そうだ、その依頼内容は
暴君バルバトーゼの殺害。暴君と呼ばれる悪魔、貴公がフェンリッヒか。敵に回すことは死を意味すると恐れられる月光の牙がこんなヤサ男とは驚きですね。デモンズ島の当主ミノトロースだったな。俺を怒らせて実力でも測るつもりか。さっさと要件を言え。人狼風情がよく吠えてくれますね。よほど己の強さに自信があると見えます。では問いましょう。貴公に取ってこれますか、暴君バルバトーゼの首を。金次第だな。即答とは、まさかバルバトーゼのことを知らないわけではないでしょう。次期大統領の死神をハゴスと引き分けるほどの力を持つ吸血鬼だろ。確かにあんたには荷が重そうな相手だ。強大な力を持ちながら孤高を貫くあの男を野放しにしておくわけにはいきません。権力を欲する前に殺す。邪魔者は一人ずつ始末するのです。いずれハゴスも、そして私が魔界大統領となるのです。で、奴の首にいくら払うつもりだ。貴公の希望はいくらかな。1億ヘルだ。いいでしょう。バルバトーゼの首を持ってきたら1億ヘル支払いましょう。商談成立だな。金を用意して待っていろ。ミノトロース、権力に固執するくだらん男だ。バルバトーゼもハゴスも奴自身の手で始末してこそ価値があるもの。しかも1億ヘルの要求にああも簡単に応じるとは、奴は金を払う気すらなさそうだな。度胸も解消もない卑怯者に魔界大統領は務まらん。もっと骨のある悪魔はいないのか。いずれはこの魔界、いや全魔界を支配し滑ることができる力を持つ者。俺の望みを叶えることができる者、暴君と呼ばれる悪魔バルバトーゼ。その実力気になっていたところだ。この機に見定めさせてもらおうか。金をどうやって手に入れるかはその後で決めても遅くはあるまい。覚悟しろ暴君バルバトーゼ。今日貴様の命日にしてやる。覚悟するのはお前たちの方だ。お前たちも悪魔なら己の口にした言葉の重さを理解しているのだろうな。これでもし今日俺の命日にできなければ、偽りを語った貴様には命をもって償ってもらうぞ。わけのわからねえこと抜かしてんじゃねえ。いいからとっとと死にやがれ。あんたがバルバトーゼか。ちょっと話があるんだな。話だと？今からあの者たちと一戦交えるつもりなのだ。すぐに片付けるからその後で頼む。そうか、わかった。では俺も手伝おう。手伝いなど不要。この程度の数なら俺一人で十分だ。話をする前に俺の実力を見てもらった方がいいと思ったのさ。何？あんたの邪魔にはならん。俺はそこらの魔界貴族より腕が立つ。
そこまで言うのなら分かった。お前の実力見せてもらおうか。何こそこそ話してやがんだ。これ以上は待てねえぞボケ。品のない雑魚どもだな。俺が貴様らの相手をしてやるから、さっさと死んでくれ。んだとこれ、舐めた口聞いてとぶっ殺してやんぞ。俺忘れていたが、お前名は何という？俺の名はフェンリッヒ。見ての通り人狼族だ。フェンリッヒ、まさか月光の牙。そうか、貴様ら。こうなったら貴様らまとめて血祭りにあげてやるぜ。さあ、というわけでやっていきましょう。フェンリッヒといったらどんな要件か知らぬが、ただ実力を見せてもらうだけではつまらぬ。せっかくだ、お前の指示に従うことにしよう。お前に任せたぞ。というわけでやっていきましょうか。何持ってんの？なんかめっちゃ体力ある。はあ、強そう。でもね、そうですね、風化とかやっぱ使えませんね。まあでもね、今言ってますよ。キル、お命ちょうだい。とキル、ぶっ飛ばすにゃ。ぶっ飛ばすにゃ。ぶっ飛ばすにゃということでね。お命ちょうだい。ここか。ちょっと一個ずれましたね。こっちですね。死ぬか。まあ大体わかると思いますが、巨大マチンジからの魔剣ビッグバンですね。死なない程度に頑張れにゃ。これで多分こっち側は全員多分倒せると思うので、問題はこっちなんですが、まあいけるやろ。リガスター、いいことしましょう。ヘタ、ギガファイヤーでいいか。倒れるでしょ、虫。死になさい。まあギガスターですね。はい、はい、オッケー。いやいや、バルバトーゼ様にね、そんなもうお手を煩わせるなどということはね、してはならないので、はい、ストーリー見ていきましょう。お前のおかげで自分の発言に無責任な者どもを素早く粛清することができたな。手間が省けた。感謝するぞ。ああ、俺の出番はほとんどなかったけどな。なんだ今、感謝するって言わなかったか。そう謙遜するな。では先ほどの話とやらを聞こう。分かった。あんたさっきみたいに悪魔たちに付け狙われてるんだろう。その通りだ。恐怖でもって人間を戒めるという悪魔の本分を忘れ、己の力を誇示することばかり考える輩が増えている。最近は悪魔の質が落ちてきているようだ。なんとも嘆かわしい。そんな連中を倒し続けていたら、あんたを狙う輩は増える一方だ。それではキリがないだろう。そこでだ、俺を雇ってみないか。あんたの下で働きたいんだ。ほう、それは俺の仲間になりたいということか。仲間だと？悪魔のくせに妙なことを口走る男だな。仕方ない、ここは話を合わせておくか。まあそうだな、あんたの仲間に加えてほしいんだ。悪い話じゃないと思うぜ。
よかろう。お前は今から俺の仲間だ。驚くほどあっさり決めるんだな。申し出をした俺が言うのもなんだが、怪しいと思わないのか。いちいち疑ってどうする。お前の実力は先ほど見た。問題はない。仲間になりたいならなればよい。だからって疑いもせず仲間にするというのか。そんな考え方でよくも今まで生き残ってこられたものだな。当然だ。俺は強いからな。俺は強いだと？こいつアホなのか。こんな奴が暴君などと。フェンリッヒよ、知っているか。人間界では個々が集まって仲間となり、その関係は信頼で結ばれているのだ。あの手の者どもはかなり結束力が高くてな、俺が苦戦させられるほど大きな力を持っていることもある。つまり信頼とはとてつもない力を生み出す原動力なのだ。信頼って、悪魔にそれを強いるのは無茶だと思うぞ。裏切りは悪魔として当然の行為だろう。お前もそうだというのか、フェンリッヒ。お前も仲間を裏切ると？いや、俺はそういうつもりで言ったわけでは。ならば問題はあるまい。俺もお前の信頼に応えよう。誇り高き悪魔としてな。わかった。なんだこの男は。悪魔のくせに信頼だと。どこまでが本心なんだ。仲間になるために用意してきた完璧な口実が全く必要なかったくらいだ。ただのアホなのか、それとも暴君の真実この目で確かめてやる。ちょっとフェンリッチ、あんたが受けたのはバルッチを殺す依頼だったんでしょ。どうして仲間になってんのよ。うわ、きっとまたドス黒い策略が張り巡らされているのですよ。ドキドキしてきたです。吸血鬼さんは昔から変な方だったんですね。なんだか安心しましたわ。それで続きはどうなるんだよ。出会いの話ならこれで十分だろ。あとはいろいろあって現在に至るだ。以上。わかるか。月が忠誠の証とかいうところまでちゃんと説明してもらうからね。仕方ない、続きは俺が話すとするか。いいえ、結構です。自分で話します。そうか、無理をせずとも良いもの。暴君バルバトーゼ編のシナリオは繰り返しご覧いただくことができます。心に残る2人の思い出話を思う存分お楽しみください。というわけでね、このまま続きいけんのかな。まあ、セーブしてからやっていきましょうか。怖いですからね、止まると。よいしょ。それではね、バルバトーゼ仲間になったフェンリッヒ、どうなるのかというわけで見ていきましょう。暴君と呼ばれる悪魔へ行きたいと思います。さあ続きちゃんと話しなさいよ、フェンリッチ。そうだそうだ、早く続きを話してくれよ。貴様ら、調子に乗るのもいい加減に。フェンリッヒよ、小僧と小娘の言う通りだ。一度話し始めたことなのだから、きちんと完結するまで聞かせてもらうぞ。
閣下まで。仕方ありませんね。では続きをお話ししましょう。あの後閣下の仲間に加わった俺は。どうだ、そろそろ手がかりはつかめそうか。何が気になっているのかは知らぬが、早く決着をつけて人間界に向かいたいのだ。人間どもには定期的に恐れを与えねばな。人間どもを恐怖で戒めることが悪魔の役目であり、人間たちの恐れは悪魔たちへのエネルギーとなるのだ。ああ、仕事熱心なのは分かったから、もう少し我慢して付き合ってくれ。あと一歩なんだ。そうか、分かった。お前の気が済むまで付き合うとしよう。適当な言い訳をして連れ回し、目についた魔人クラスの悪魔と片っ端から戦わせてみたが、奴らとは強さの次元が違う。底知れぬ力だ。試しに毒を持ってみたが、全く変化が見られない。この強さにはどんな秘密があるんだ。こんな奴に奇襲をかけても返り討ちに遭うのは目に見えている。先に実力を確認しておいて正解だったな。それにしてもなあ、あんたは自分の力で魔界を制してみようと思ったことはないのか。俺の仕事は人間を恐怖でもって戒めること。それが誇り高き悪魔の使命。それ以外の余計なことには何一つ興味はない。本当に仕事熱心なやつだな。それだけの力を持ちながら、全く謙虚なもんだ。誰かの策略にはめられて、プリに教育係を押し付けられても、あんたなら全力でやり抜きそうだな。プリに教育係か。あれは魔力なき者の仕事だ。俺がやることになるなど想像もできん。だが俺はどんな時でも俺のやるべきことをやるだけだ。それだけは何があっても変わることはない。やるべきことか。今はそれが人間を戒めることなんだな。こいつには野望のかけらもないようだ。俺の野望を成し遂げられそうな逸材だと思ったが、残念だ。そろそろ頃合いだな。出てこい。隠れているのは分かってるぞ。暴君バルバトーゼを狙う者どもめ。暴君バルバトーゼだと？貴様なぜこんなところに。お前たち、暴君バルバトーゼの首にかけられた賞金を狙っているんだな。何、俺の首に賞金だと。賞金？金がかかっているのか。そいつはいいこと聞いた。賞金は俺がいただくぜ。さあ、というわけでね、まあ、いっぱいいるな。まあ一人許したまえ。一人倒していこうと思ったけど、はい、まあ、なんか敵が多いので、まあ頑張っていきましょう。愚か者め。はい、OK で、これはあれですね、ギガスターとかでいけますね、魔法で。はい、1540か。死ぬか。1540に対して5400って結構高いね。でここは魔法でいけそうですね。はい、ひき肉。お命ちょうだい。命ちょうだい。
いけますね。あらあら、はいはいはい、魔法射程プラス2がある。これで多分全員倒せるんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。はいはい、 OK。 多分全員持っていけたと思います。ストーリー見ていきましょう。俺に賞金がかけられていたとは全く気がつかなかった。必要にあんたを狙ってくる悪魔ばかりだったからな。これは裏があると思ったんだよ。そういうことだったのか。言われなければ気がつかなかったぞ。礼を言うぞ、フェンリッヒ。お前を仲間にしてよかった。え、ああそいつはどうも。礼だと？二度目だ。暴君から二度も礼を言われたぞ。何なんだこいつは。この辺りを牛耳っているのはデモンズ島の当主でもあるミノトロースだ。賞金をかけたのもおそらくやつだろう。ミノトロースか。知ってるのか。いや、初耳だ。そうか。俺の調査によると、暴君と呼ばれるあんたが邪魔になったから賞金をかけて殺しておこうという話らしい。くだらん男だ。正々堂々と俺を倒さずに己の棒を誰に誇れるというのか。今まで始末してきた輩も金に目がくらんで戦いを挑んできた堕落した悪魔どもだったというわけか。ならばあの歯ごたえのなさもうなずける。まったく嘆かわしい話だ。奴を放っておいたらますますあんたの仕事に差し支えるだろう。このままでいいのか。そうだな。奴に教えてやるとするか。金の力などで俺は倒せぬということを。俺を倒したくば俺以上の棒を持って挑んでこなければならんということを。行くぞデモンズ島の本部へ。あんたならそう言うだろうと思った。だがあんな小物は俺一人で十分だ。あんたの手を煩わせる必要はない。だからあんたはここで気長に待っていてくれ。その方が俺も安心して戦いに行ける。そうか。そういうのなら分かった。お前に任せたぞ、フェンリヒ。暴君バルバトーゼ、実力は認めるが人間を戒めるだけで満足しているような悪魔に興味はない。まったく仲間に信頼などとくだらないことばかり口にしやがって。本当に俺のことを信頼していたのか。いや、まさかな。誰も信じず簡単に裏切り他人を傷つける、それが悪魔だ。バルバトーゼも例外ではないはず。だがもう二度と会うこともない。これでさよならだ。閣下がおっしゃる仲間も信頼も、あの時の俺は信じようとしなかった。それどころか閣下のことを見下し悪魔のくせにと、そればかりだったな。狼男さん。でもバルッチものんきね。ペンリッチのことをホイホイ信じちゃうなんて。ああ、フェンリッヒは俺の仲間だからな。閣下の一貫した言動には今も昔も恐れ入ります。フェンリッヒのやつ、任務はどうするんだ。お金にもバルバトーゼにも興味がなくなっちゃったのか。
続きが気になるけど、ちょっと休憩しようよ。そうね。じゃあデスコ、スイーツ買いに行きましょう。生肉チョコバー山盛りで。わーい、一緒に行くです、お姉様。さあ、というわけで、ね、いつの間にかエミーゼルも結構聞き入っておりますが、はい、行きましょう。暴君バルバトーゼ編、誇り高き悪魔とは行きたいと思います。それじゃお話の続きを聞いちゃうわよ。デスコ、準備はいい？バッチリなのです、お姉様。デスコ楽しみです。起承転結の天ですわね。一体何が起こるのかワクワクしますわ。実はな。カッカ、お待ちください。それを今から私が話しますから。しまった、うっかりネタバレしてしまうところであったな。ええ、危ないところでしたね。さて、あそこでカッカと別れた後、俺は随分時間がかかりましたね、フェンリッヒよ。死んでしまったかと思いました。バルバトーゼの首はどうしましたか？諦めた。あいつは殺しても死にそうになかったんでな。だが1億ヘルには未練がある。だから貴様を殺して金を奪いに来た。こんなことなら最初に殺せばよかったぜ。ほう、いくら月光の牙とはいえバルバトーゼを殺すことは不可能でしたか。故に私を裏切り金を奪い取ろうと、そういうことですか？貴様こそ最初から金を払う気などなかったんだろう。裏切りはお互い様だ。気づいていましたか。しかしのこのこ戻ってくるとは、己の力を過信しすぎていましたね。こんな攻撃で俺が倒せるとでも。なんだこれ、俺はどうなって。今の攻撃は気候の魔力を奪うもの。そしてここには月の光を完全に遮断する結界が施されています。月の光は人狼族の魔力の源、もうお分かりですね。月の力を失った気候はプリニーレベルの雑魚悪魔に成り下がっているのです。敵に回すことは死を意味する月光の牙。そんな男を私が生かしておくとでも。気候のために用意した特別仕様ですよ。何か用意しているとは思っていたが、まさかこんな仕掛けだったとはな。俺としたことが。あれほど大口叩いた男が地面に這いつくばるのを眺めるのは良い気分ですね。ではこれが何かお分かりですね。そう、銀の弾丸。気候に残された道はただ一つ。そう、死だ。死ね、フェンリッヒ。私を出し抜けると考えた愚かさを後悔しながらな。な、に、暴君バルバトーゼ、なぜ貴殿がここに。
決まっている。フェンリッヒを助けに来たのだ。何ですって？もしや知らないのですか、この人狼の正体を。フェンリッヒはキデンを殺すために私が差し向けた刺客なのですよ。こいつの言う通りだ。俺は金目当てであんたを殺そうとした男。あんたに俺をかばう義理はない。俺にはかばう道理がある。なんだと、あんた何を言ってるんだ。何をやってるんだあんた。どうした、玉切れか。なぜです、なぜそいつをかばうのです。暴君ともあろうものがこんな人狼風情を。フェンリッヒの仕業ですね。どんな手を使ったのかは知りませんが、バルバトーゼを味方につけていたとは。お前間違えているぞ。フェンリッヒはただの味方ではない、仲間だ。そう、フェンリッヒをかばったのは俺の仲間だからだ。仲間の危機を救わずして何の危機を救うというのだ。仲間だと、くそ、まだそんな寝ぼけたことを。バカじゃないのか。俺は金のためにあんたを殺す目的で近づいた男なんだぞ。なのになんで助けになんて。お前は俺を殺さなかった、これが真実だ。故に俺はお前を信じる。お前はまだ俺の仲間だ。バルバ当選だが少し遅くなってしまったな。お前の命を危険にさらしてしまった。お前がデモンズ島本部へ向かった後、胸騒ぎがして後を追ったが、道を知らなくてな。到着に時間がかかったが許せ。許せだと、わけのわかんねえこと言ってんじゃねえ。まだ悪態をつく気力はあるようだな。俺が当主を倒してもよいが、その間にお前に死なれては困る。ここから逃げるぞ。お前一人ぐらい抱えていくことは簡単だからな。バカかお前は。撃たれまくった体でそんな。美しい仲間愛ですね。退屈であくびが止まりませんよ。もう諦めてはいかがですか。手負いの連中ならば私の勝利は必至。まとめて殺して差し上げましょう。さあ、というわけで手負いですが、持巾着、ああここだけなのか。無敵があるね。どうやって倒すのかっていうと、もうあの、あ、侵入禁止なのか。青が侵入禁止で、どっかを破壊すればいけるんだろうけど、ステージクリアの上に乗れと。なんとかして青を変えたいんですが、侵入禁止と無敵なんだよね。まあちょっととりあえず倒してみるか。とりあえずここら辺の連中倒してみて、あ、ステージクリアあんなところにあるんだ。許したまえ。じゃあ余裕じゃん。いいことしましょう。余裕じゃないですか。
はい、行くよ、はい、トン、よいしょ、トン、しもべにしといて終了と。いうわけでね、ステージクリアです。あ、ほらよ、ほらよ、ほらよ、はい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 、というわけでステージクリアです。逃げましょう。もう追ってくる者はいないようだ。大丈夫か？もう十分だ。だいぶ力が戻ってきた。少し休ませてくれ。ふん、回復するまで存分に休むがいい。俺は戻って当主ミノトロースとの決着をつけてこよう。お前を殺そうとしたことを見逃すわけにはいかんからな。チッ、あんただってヤツの放った銀の弾丸をしこたま打ち込まれているんだろ。かなりのダメージを受けているはず。正直ここまで戦いながら逃げてこられたのも信じられんくらいだ。意地張ってないで、さっさと血でも補給して回復した方がいいんじゃないのか。俺を見くびるな。この程度の傷、人間の血に頼るまでもない。多少の精神力があれば十分だ。肉体をも凌駕する精神力か。呆れるが、それに俺は救われた。あんたには借りができちまったな。気にするな。仲間の命を救ったことを貸しにするつもりなどない。くそ、またそれか。どうした、苦しいのか。ムカついてるんだよ。黙って聞いてりゃ仲間だ、信頼だ。何なんだあんたは。あんたは悪魔だろ、暴君だろ。なのにどうしてそんなクソくだらないことばかり口にするんだ。バカなのか、笑えない冗談なのか、それとも俺がこうやってみっともなく腹を立てるところを見て笑いたいのか。そんなこともわからないのか。仕方ない、ならば教えてやろう。それはな、俺が誇り高き悪魔だからだ。は？意味がわからないんだが。悪魔とは人間を恐怖でもって戒める存在だが、人間は仲間との信頼により生み出される絆で恐怖に立ち向かう。そのとてつもない力の源である信頼を得得せずに、人間を真に恐れさせることができるか。裏切りと計略に溺れ、己の力を誇示するだけで人間たちの絆を超える恐れを振りまくことができるか。誇り高き悪魔とは、何があっても人間などに屈してはならんのだ。常にイフの象徴でなくてはならんのだ。イフの象徴。故に俺は仲間を信頼する。故に俺は仲間を裏切り他人を欺くようなことはせぬ。俺はいかなる時も誇り高き悪魔でありたい。ただそれだけのことだ。そうか、イフの象徴。じゃああんたの目標は人間を戒める行為そのものではなく、究極のイフの存在になることなのか。うん、そうだな。そう言えぬこともないか。それはいい。な、
なんだ、何を笑っている。いや、十分に面白い話を聞かせてもらった。おかげで記録も復活したし、そろそろデモンズ島本部に戻ろうか。借りはきっちり返さないとな。まだ言うか。俺は貸しなど作った覚えはないと言っている。あんたじゃない、ミノトロースへの借りだよ。あそこまでコケにされて黙ってはいられん。ふん、もっともな意見だな。だがあそこには月の光を遮る結界が張られている。月の光がなければ人狼の力は激減してしまう。なるほど。お前があの時床に倒れていたのはそんな事情があったのだな。ではこのまま戻っても策ならある。シンプルな策だが、あんたの協力があれば。ほう、面白そうだな。任せておけ。仲間への協力は惜しまぬぞ。だろうな。フェインリッチさんもパルッチさんも一時はどうなることかと思ったです。無事でよかったです。ほんと危ないところだったわ。あのフェインリッチが敵の作戦にはまってやられそうになるなんて驚いちゃった。閣下には情けない姿を見せてしまい、お恥ずかしい限りです。若造が調子に乗って失敗したいい例ですね。身を挺して誰かを守るという行動を見たのは閣下が初めてでございます。私は己の浅はかさを恨みます。それは過ぎたことだ。大事なのは今であろう。閣下、恐れ入ります。さあ、というわけでね、ミノトロースにね、きっちり借りをね、返しに行きましょうよ。それでは、暴君バルバトーゼ編、暴君バルバトーゼ行きたいと思います。いよいよこれで最後なのね。早く聞かせてよ。ついに完結ですか。楽しみですわ。僕もどうなるか楽しみだ。暴君バルバトーゼの英雄譚の一部がいよいよ終わってしまうかと思うと残念だけど。俺は結末を知っているからネタバレしないよう黙っているとするか。ではあの後俺と閣下は。待たせたな、当主ミノトロース。さて、改めて雌雄を決しようではないか。ほう、生きていましたか。手負いとはいえ侮りましたね。戻ってきた理由は問いません。今度こそ殺して差し上げましょう。いいぜ、二度も同じ手は食わん。俺が受けた屈辱は100倍にして返してやる。それは良い。月の光の効果を遮るこの結界の中で人狼風情に何ができるというのです。そうだな、このままでは何もできん。というわけで暴君バルバトーゼ、あんたの出番だ。では見せてやろう、月の光を。な、天井ごと結界を吹き飛ばしただと。そんなことが。この建物は魔王クラスの攻撃にも耐えるよう設計されているのですよ。
どんな設計かは知らぬが、仲間の危機を救おうとする俺の意志を止められはしない。だとさ。さて、これで俺も本気を出せる。お前もせいぜい根性を見せてみろ。簡単に死なれではつまらんからな。こちらとてキレンらを迎え撃つ準備は整えていますよ。行け皆の者、奴らの首を取った者には望むだけの褒美を与えましょう。ふざけるな。我らの首が欲しければ貴様が自ら取りに来い。暴君バルバトーゼの言う通り、そんな腰抜けに闘志を名乗る資格なし。誇り高き悪魔の力、たっぷりと思い知るがいい。さあ、それではね、誇り高き悪魔の力見せていきましょうよ。侵入禁止、敵無敵。敵無敵があるので、こいつをまずどかしたいところですね。どかすために必要なのが何かっていうと、周りのやつらを倒すことなんですが、全面というか遠距離攻撃禁止があるのか。なるほど、遠距離攻撃禁止を嫌って行きましょう。あれですね、あの遠距離攻撃禁止を嫌って、キラフと、全面半分ぐらいが無敵になっちゃうんだけど、まあ、このようにね、外に回り込むというのが可能なので、出そうか。神よ。じゃあどうしようかな。死になさい。よいしょ。回り込んでからの魔法。楽しませてあげるか。まあ、こいつら刺激してもそんな強くないからな。あれを破壊しちゃうとどうなるの。黄色が侵入禁止になっちゃって。違うわ。あれ破壊すればいいのか。でも侵入禁止、青が侵入禁止で。あ、なるほど、両方破壊すればいいだけのことか。なるほど、じゃあ両方破壊しましょうか。届かないけど、これなら届くね。地獄へ行け。もらったな。よいしょ。はい、はい、先にこっちやればよかったね。そうすればこんなめんどくさいことしなくても済んだんだけど。じゃあまあまあ当たるのか。そうか、受けるがいい。じゃあ一回持ち上げてきまして、はい、まあ、耐えるとはもう耐えてたよね多分。キリサクニャ、キル、キル、よいしょ。愚か者め、真ん中にしよっか。まあ、次のターンにはどうにかできるでしょう。マチェンジ、マチェンジ、ほらよ。はい、ジャンピング投石、ほらよ。ああ、なるほどね、飛びながら石投げるってやつね。何それ。何それですけども、まあ、マチェンジしたけど、マチェンジしたところでよ、マチェンジしたところで、あのどの道、あのなんだっけ、あの倒すので問題ないですね。さあ、もう何もできない、何もできない、できない投手よ。後ろに回り込んで、
最大火力の500で、最大火力っていう意味がちょっとあれだけど、倒してあげましょうよ。OK かな。はっ、にゃ、うん、はい、OK。というわけでね、まあ、この後また何かあったんでしょう。それをね、見ていきたいと思います。やめろ。認める。私の乾杯だ。暴君バルバトーゼの殺害を企んだこと、フェンリッヒを騙し討ちにしようとしたこと、すべて謝りましょう。ですからどうかご容赦を、殺さないで、お願いです。これ以上俺の仲間に手を出さないのであれば殺す必要はないが、フェンリッヒよ、お前はどうだ。俺もあんたもあれほどの屈辱を受けたんだ。この程度で許すことなどできるわけがない。そこをなんとかお願いします。何でもします。命だけは助けて。誰が殺すと言った。ここでお前を殺して楽にさせてやるつもりなど毛頭ないぞ。お前には死よりも辛い苦しみを与えてやろう。ここで死んでいた方が良かったと死ぬまで後悔するようにな。え、それはどういう。お前を地獄に落としてやる。地獄ですと。バカな、私は当主です。地獄になど落とせるものか。なめるなよ。お前を地獄に落とすことなど、プリニーを爆発させるより簡単だ。この後適当な罪を着せ、お前の全てを奪い、地獄の底の牢獄で惨めな余生を送らせてやろう。そんな、まさか本当に。地獄か。確かにお前は当初を名乗る資格のない悪魔だ。地獄で一から学び直すのもよかろう。いやだ、私は地獄なんか絶対に行きたくない。逃げたか。どこまでも情けないやつだな。放っておけばいいさ。どこへ逃げようと必ず奴を地獄に落としてみせる。そうか、ならば奴の剣はお前に任そう。俺は人間界に向かうとするか。では私もお供いたします。なんだその口の利き方は。お前は金が目的で俺の仲間となったのだろう。ならばもう俺に用はないはず。無理をしてついてくる必要などないぞ。お前のやりたいことをやればいいのだ。それともまた命を救われた借りを返そうなどと考えているのではなかろうな。滅相もございません。ただ私がお供したいがゆえ、そうさせていただくだけでございます。それはこれまで通り仲間でいたいということか。ならば何なのだその言葉遣いは。いえ、仲間ではございません。これからは忠実なるしもべとしてお仕えしたいのです。しもべだと。お前正気なのか。それだけの強さを持っていながらなぜ俺に仕えたいと願うのだ。私は自分の力で叶えられる程度の野望に興味はございません。
自分では絶対に叶えることのできない野望を叶えられるお方を探し、これまで傭兵をやってきたのです。そして私は見つけたのです。私には叶えることのできない野望を実現できる誇り高きお方を。それが俺だというのか？その通りでございます。ですから暴君バルバトーゼ、いえバルバトーゼ様、あなたに私の命を捧げます。俺に命を捧げるだと？せっかく命を拾ったというのに何を言っているのだ。幸いにも取り留めたその命、お前の好きに使ってもらわねば俺も救った甲斐がないというもの。だからこそ残りの命の全てをあなた様に捧げたいのです。それが私の願い。その本気なのだな。言っておくが、俺についてくるのは決して楽な道のりではないぞ。あなた様がなすべきことは私のなすべきことと心得て付き従いましょう。我ら人狼族の魔力の源であるあの月にかけて誓います。命ある限りあなた様に尽くすと。いいだろう、その誓い俺もこの胸に刻もう。あの月が輝き続ける限り俺のために尽くせ、フェンリッヒオ。母、全ては我が主のために。このお方こそ俺が探し求めてきた我が主、このお方こそが全ての世界を滑るにふさわしき誠の英雄、そして俺の野望を託すことができるただ一人の男。というわけで、暴君バルバトーゼ編でした。エンディングが終わるまでスキップしたいと思います。と、バル様が我が主となった経緯はこれで全てだ。うん、これでミナもフェンリッヒのことがより深く理解できたはずだ。我らの絆もより強くなったな。あれ、ちょっと私ちゃんと理解できてるか自信がないんだけど、要するにフェンリッチってマルチの力を使って自分ではできないことをやろうとしてるわけ？ディスコもそう思ったです。今までパルッチさんを思い通りに操ってきたフェンリッチさんですしね。間違った解釈ではないな。お前たちにしてはよく理解したと褒めてやろう。否定しないんですね。お二人の間には男同士の熱い友情だけかと思っていたのですが。あっただろう、信頼、友情、大勝利の三大要素が。いや、本人が納得してるんなら別にいいんだけど、でもやっぱ怖いな、フェンリヒは。好きにほざくがいい。バル様と俺の関係をお前たちなんぞが理解できるはずはないからな。でもさ、フェンリッチ、あんた自分の命を捧げてまでバルッチに何をさせたいわけ？決まっているだろう。それは、それは秘密だ。というわけで、
暴君バルバトーゼ編でした。暴君バルバトーゼが仲間になったらしいです。素晴らしい。ステータス見ていきましょう。100レベルだってさ驚いちゃうね暴君の一振り、ブラッドスティング、マデーフループでね、確かね、これのね、マビリティがね、なんかこれあれか、え、なんだ今、カッカバンザーイ、あ、勝手になんか所属している。俺は暴君と呼ばれているらしいが、そんな資格持っていない。まずは人間どもの威風の象徴とならねばな、というわけで、というわけでね、仲間になりました。というわけで、まあ今回は1時間ぐらいね、やっていきましたが、暴君バルバトーゼ編いかがだったでしょうか。また次回は、こっちの人に話しかけていくか、こっちの人に話しかけていくか迷うんですが、あっちに行けないな。まあいいや。ちょっと時間空くと思いますとか言ってね、まあ、あの1日以上撮影空いたことないんですが、まあ、多分次こそは多分空くんじゃないかなと思っております。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。